はい、こんにちは。日本改革党奥津澤です。光る光様、新寺様、竜斗様、圭一様、正義の味方様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。2月12日 NHK スクランブルでもやります。皆様ご参集のほど何卒よろしくお願いします。世間を騒がすスシローペロペロ事件、詳細は知りませんが、普通に営業妨害で逮捕ではこんなの。第一印象はですね、最初見た時は次世代型ヘズマリュウだなって、ヘズマリュウジュニアかな。私の持論なんですけど、たとえバカを絶滅しても生えてくるからいなくならない、の根拠になってしまうな、いつの世もいるんだなという、感じですけれどもね。まあ有名になるのなんて簡単ですよ。こうやって悪いことすれば悪名でしょうね。賢者公金徴収スキームとして2002年に執行した童話対策法に代わって、ホームレス自立支援法が、それが2027年に執行してしまうので、困難女性支援法を作ったのでは。なるほど、そうかもしれませんな。そういえば童話対策法の対象は童話じゃないですか。まあ少ないわね。ホームレス法の対象はホームレスじゃないですか。まあ対象は一目でホームレスってわかりますから、ホームレスって。まあ少ないわね。ところが困難女性って対象が大きく増えるのでは。ホームレスとか童話とかよりもすごく増えちゃうんじゃ。救うべき対象が、支援すべき対象が、定義をね曖昧にしとけば無限にですね、この人は困難女性、誰が何と言おうと困難女性ってゴリ押しできない。適当に認定できて無限に集中できちゃうなー、危険視してんですけれども、困難女性支援法の支援対象は年齢、障害の有無、国籍を問わないと明記されていることが話題になっておりました。ネットの話、国籍は問えよ。国籍は問わないのに性別は問うんだ。あ、どうなんだろう、自称女性の男性気持ちはどうすんだろうこれ。自国が保護すりゃいいやんけ。国籍問わない理由なんだよ。国籍問わない時点で目的がバレバレ。国籍とかアホか、これはガチで国会で取り上げろ。パヨはこれを盾に不法滞在女を永遠に日本にとどまされる、とどまらせるぞ。ありそうだな、ありそうだなこれな。LGBT 会話がですね、それだけじゃないですけど、私らも困難女性だとしてですね、支援法の対象にしてくれ、福島みずほを使ってですね、議員会館で集会開いてました。集会開いてました。元受刑者、シングルマザー、アイヌも対象に入れろ、支援しろってことらしいんですけど、まさに無限で拡大解釈できる恐ろしい法律やな。パブコメ締め切りは2月18日だそうです。皆様よろしくお願いいたします。外国人生活保護への風当たりが強くなってきたから、それに代わるアイディアとしてひねり出したのかな、困難女性支援法。困難女性支援法、地方議会でですね、理路整然と外国人生活保護反対演説を毎年やったですね、根性曲がってる議員も出てきたことだしね。まあ私のことなんですけれども、日本改革党支部長が当選できたら各議会で最低年一はやってもらいますよ。外国人生活保護反対演説、その地区の状況、我が市では、我が区ではどのぐらいの外国人が生活保護を受けてんですか、で最後にちょろっと質問すればいい、の地区の状況を質問することね。演説原稿はですね、私がやったのの丸パクリでいいからさ、それをヘイトと黙らせようとする連中いたら、議員とかいたらですね、党を挙げて公選ですね、100倍返ししてやりますよ。世田谷区長谷川誠ポスティングボランティア募集開始いたしました。
南足柄、畠山隆弘、ポスティングボランティア募集開始いたしました。水戸市、石井健一郎、ポスティングボランティア募集開始いたしました。皆様よろしくお願いいたします。直接メールなり DM なりで、あれしてください。支部長にアクセスよろしくお願いします。新宿区役所前広場がコラボバスの活動場所なんですけれども、野生の調査員さんの報告、たまたま通りかかったらコラボカフェバスがあったから写真撮ってたら複数の活動家に包囲されました。その中に神奈川新聞の石橋学記者、名刺交換を求めたところレイシストとは話をしないということでした。写真撮っただけでレイシスト、これ名誉毀損も甚だしいな。名刺は交換しました。最後は駅までついてきて街中で差別主義者三品だとか叫びます。駅まで付きまとったみたいですね、これね。若年女性より明らかに活動家の方が多くて、まるで威嚇するような様子です。私はあそこに少女が気軽に助けを求めてくるとは思いませんと。日本語が変な人ですけれども、コラボは芝木隊が招集される重要案件になってるみたいですね。芝木隊ども、イカれたメンバーたちをコラボを守れって、まあ命令やったんだと思いますけれども、ネットの話、怖い怖い。活動家、怖いっぴ。気持ち悪い組織ですな。そして観光名所に。これ沖縄の座り込みの看板とこみたいに観光名所になっちゃうんでしょうか。迷惑系 YouTuber、押しかけて、撮ってくればいいのにね、こいつらね。活動家のアジト化してて草。もう本性を隠す必要もないっていうか、活動家の聖地になってて本末転倒。都議さえも視察拒否されるのに、石橋学はなんでここに入れるんでしょうね。共産党の命令でしょうね。芝木隊は全部じゃないんですけど、共産党と民団と総連のコラボです。芝木隊で民生の北島直樹っつう活動家にですね、渋谷で付きまとわれたことがあります、私。最近聞かないけど、検索したら、なんかまだ生きてるみたい。有田芳生参議と一緒にキリッとした顔で写真撮ってんの見つけました。頭髪に黒が来てるようだな、北島直樹。辛い白菜漬け、辛い漬物食いすぎでは。なんか良くないらしいっすよ、辛いもんは。じいさんの代からですね、由緒正しい共産党員なんですけれども、議員の候補にはしてもらえなかったみてえだな。どこでも聞かないもんな。頭悪すぎ、凶暴すぎて、ギャー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 言ってんだもん。ニート無能自身はですね、女の子が来なくなるから、やめてほしい。芝木隊のガードいらない。とも言ってきた。やめてと言ってきた。直接。あとツイート全部消して、ここはガードしてますとか、守ってますとかのツイート、全部消して、言っとりました。女の子過去家畜捕まえられないのは死活問題だから、仕方ないとはいえ、共産党の芝木隊出動決定に逆らってもいいんすかね。芝木隊はおとなしくツイート消したみたいなんですけどね。にしてもこんな騒ぎになってんのに、総理案件になってんのに、相変わらずテレビは全力でスルー。いつになったら渋々報道始めるのかな。今月末にいよいよ控えるコラボの再監査で黒ってなったら、いやいや渋々報道始めんでしょうかね。2月1日国会で岸田総理、同性婚について家族観や価値観、社会が変わってしまうとして、慎重な態度、否定的。ネットの話、詐欺に使われるから、こればかりは無能岸田を支持。パヨは社会を変えようとしてるんだが、家族になりたいなら既存の養子縁組でええやん。同性婚できなきゃ一緒に入れないわけでもなかろうに。素人がちょっと考えただけでも悪用し放題だから、違憲だからでいいじゃん。な言葉尻取られるようなさ、こと言ってね、本当地頭が悪いな岸田総理はな。会見するって言えば黙るよ、パヨどもは。最高裁、憲法24条、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立。だから、政府が同性婚を認めないことは憲法違反ではない。
回りくどい判決文ですけど、同性婚は違憲と判断、犯罪の素人、私のことですけれども、予想するですね、同性婚の悪用ね、判断が鈍ってる男性を騙して外国人が入籍、男と男同士で、永住権をゲット、ついでに日本国籍も、ついでに投票権もね、選挙権。判断が鈍るのは貧困、ちょっと金に困って謝礼金に目がくらんでとか、まあ鬱になっちゃったとかで正常な判断できないとか、あと加齢などいろいろありますよね。で、選挙権を大量にゲットされちったら自治体乗っ取られてしまう危険性がある。いずれは国会も危ないと。同性婚ダメ絶対。国会でですね、総理にこれ聞いたのは立憲の西村智奈美だって。こいつら本当に日本が憎くて崩壊させようとしてるんだな、なんで嫌いな日本にいるのか全然謎なんですけど、聞いてみたいよ。なんか正直に言ってみなさいっつって、日本政府国連人権委員会で、主張応募校について自由意志による自発的に移住した人々まで考慮すると強制徴用の労働者と呼ぶことはできない。全否定。慰安婦について性奴隷という表現は事実に反するため使用すべきでない。全否定。ネットの反応です。まだぐじぐじ言ってんのかよ。やっと外務省は仕事したな。国連内部に強制じゃないと都合悪い奴らいるんだろう。自分の足で職場まで来て労働してんのにどこが強制なんだか。韓国の徴兵は奴隷兵だからやめたら、そうですね、やめたら奴隷兵だよそれ。嫌がってんのにさ、慰安婦財団を解散させたってことは役割が終わって解決したってことでいいよね。日本政府がすべきことは嘘に対する徹底的な制裁。やっぱ韓国とは断固しかないわ。現在進行形で子供を連行したり、これロシアですね、臓器取ったり中国放置しといて何が人権委員会だよね、いう意見もありました。このニュースをですね、大変だって危険視した中央日報日本語版で知る悲しさ、日本の大手メディアは全力で無視しております。2015年12月28日合意でも性奴隷ではないと韓国は了承済み。これは初めて知りました。どういう経緯があったかわからんけど内容未公表なんですよね。この時担当した外務大臣が岸田総理なんすわ。またね、軍艦島の世界遺産登録の時にしてやられたみたいにうまく丸め込まれて騙されて公表しないってことになっちゃったんですかね、岸田さんね。本当に地頭悪いからな。2015年12月28日に合意で作った財団を文政権が解散しちゃったんだからもう解決済みっしょ。こっちは知らねえ。で、まだぐじぐじ言ってきたら使えるロジックであります。気にするな、大したことは言ってない。でもいいんですけれども、いちいちピシャピシャピシャってモグラ叩きみたいにね、叩き潰してもらないとぐじぐじうるせえから、外務省は私を韓国外交における相談役にすべきなんですよ。無料でやったげっからさ、連中にはこう言った方がいいよ、ああ言った方がいい、俺の方がよっぽど詳しいからさ、というわけで、NHK スクランブルでもよろしくお願いします。メール党員さんも大募集中であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録くださったり、デモの、集合場所を知ったり、してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。